さん、こんにちは。世間を騒がせた電撃結婚から1週間が過ぎようとしています。インスタグラムで結婚を発表した翌日の日本時間3月1日朝、ドジャース大谷翔平選手は囲み取材に応じたものの、結婚相手については普通の日本人と話すに止めており、彼女が公の場に姿を現す日はまだ先のようです。それだけに新妻へのファンの興味は尽きず、ネット上を中心に多くの名前が取り沙汰されています。結婚相手とされている A さんはバスケットボールの実業団出身だそう。女子バスケ名門校である高校卒業後は最難関といわれる有名私大に進学、在学中にU24日本代表として出場したユニバーシアード、大学生の国際大会で活躍し50年ぶりの銀メダル獲得に貢献しました。そして大学卒業後は強豪実業団のチームに入団という輝かしいアスリート歴を持ちます。実業団在籍中に日本代表候補にまで上り詰めましたが、惜しくも夢だった代表入りは叶いませんでした。そして A さんは東京五輪2021年で日本代表が初の銀メダルを獲得したのを見届けた後、2023年をもって現役を引退しました。 A さんの知人が彼女の人柄について、身長180センチの筋金入りのスポーツ女子です、そして目鼻立ちが整った美貌と可愛らしい笑顔を兼ね備えた女性なんです。芸能人でいうとワイドショーのコメンテーターなどで活躍しているトラウデン直美さんに似ていると言われてますね。スラッとした華やかな雰囲気の女性で、バスケだけでなく彼女の兄が展開するアパレルブランドやファッション誌のモデルも務める二刀流で活躍していました。昨年4月に実業団のチームを引退してからは寮を出て実家暮らしになっていたはず。昨年末にも忘年会に参加していたので、本当に大谷さんと結婚したのだとしたら驚きです。彼女は周囲に彼氏はいないと話していましたからね。飼っていた犬を亡くした時はもう犬は飼わないと宣言するほどの落ち込みようでしたが、大谷選手の愛犬となると特別だったのかな。 A も犬好きなので、きっとデコピンも大事に可愛がるはずですと話しました。派手なところが一切なく文武両道の家庭に生まれ育った A さんは人柄の良さでも知られています。彼女はザ・いい人とも言うべき愛されキャラで、誰とでも自然に仲良くなれます。 A さんのことを悪く言う人はいませんよ。フットワークが軽く人付き合いがいい一方で、一人で過ごす時間も大切にする人で、よく本を読んだり散歩をしたりしていました。コロナ禍には自炊を楽しんでいましたね。 A さんは大谷選手の理想にも合致します。日本ハム時代のインタビューなどをまとめると、大谷選手のタイプは背が高くスポーティーで爽やか、控えめで誠実かつ知的でチャラチャラしていない人、まさに A さんがぴったり当てはまります。そんな A さんは現役中に受けたある取材の一問一答では、例えば自身の性格については、 A 子さんは適当笑、好きな言葉座右の銘は人生一度きりと回答しています。理想の男性像については次のように明かしており、好きなスポーツ選手はジェームズ・オコナー選手、好きな男性のタイプはなんとゴリマッチョという回答。がっちりした体格の男性に惹かれるようですが、メジャーリーガーにも引けを取らない体格の大谷選手はまさにぴったりだったのでしょう。そして最後の質問、将来の夢に関しては、お母さんと答えている A 子さん、最良のパートナーの存在は大谷選手の大きな支えとなってくれそうです。結婚相手との馴れ初めについて、大谷選手は囲み取材で、初めて会ったのは3から4年前、短いスパンで何回かたまたま会ったと語っていました。またナンバーウェブに掲載された独占インタビューでは、彼女が最初に会ったという時のことを僕は認識していなかったんです。彼女曰く、
すれ違いざまに挨拶してくれたと言うんですけど、僕はそれがどこなのか思い出せない。練習施設の中の廊下だって。でもその次の2回目と3回目に会った時のことはしっかり覚えています。練習施設での開口からトレーニングを共にする筋肉交流でお互いを意識するようになったようです。その後のやり取りについてはオンラインでやり取りしていたと明かしています。出会い自体は3から4年前といえど、アメリカと日本の遠距離恋愛ですし、周囲の目を警戒しているのか、大谷選手は日本滞在時も通訳の水原一平氏と常に行動しています。実際のところ A さんと直接会ってデートした回数はそれほど多くないんじゃないでしょうか。ある意味スピード婚と言えるかもしれません。大谷選手曰く婚約したのは去年とのこと。どのように話が進んでいったのか、 A さん一家を知る人物は、婚約にあたって大谷さんは A さんの実家には直接挨拶に来ていないそうです。親族が家には来てないの、2人とも日本だと狭くて鴨居に頭がぶつかってしまうでしょうと冗談めかして話していました。礼節を重んじる大谷さんですから、挨拶については苦渋の決断だったに違いないでしょう。挙式はまだらしく、今オフ以降に海外で行う予定なのか、その親族は距離も遠いし行けないとしつつも、写真が送られてくるのが楽しみなのと嬉しそうにしていましたよ。お相手の家族からも祝福され、二人と一匹の結婚生活が始まります。そこで気になるのが、大谷選手の結婚式はどこで挙げるのでしょうか。日本、それともアメリカなのか。日本のファンもアメリカのファンも待望ですよね。日本、アメリカ両方で挙げてくれるのではないでしょうか。もしアメリカで挙げるならどこなのでしょうか。結婚式場を予測してみました。大谷選手はドジャースに所属しています。ドジャースの本拠地はロサンゼルス。ロサンゼルスで有名で人気の式場はウェイフェアーズチャペルです。ウェイフェアーズチャペルはガラスの教会、ガラス張りの教会で日本人からの人気も高いようです。1949年創立のこの教会の壁面は天井も含めて全てガラス張りで、周囲の木々や空、海をダイレクトに感じることができます。この式場では石野真子さんと長渕剛さん、吉田栄作さんと平子梨沙さん、松田聖子さんなどの日本の芸能人が結婚式を挙げています。ここで気になるのがその費用。大谷選手の結婚式はいくらほどなのでしょうか。有名人の結婚式といえば一般的には数百万円どころではなく数千万円かかるでしょう。世界のセレブたちは数億円以上かけています。大谷選手もセレブだとは思いますが、そんなに派手な結婚式は挙げないのではと思います。先ほど紹介したウェイフェアチャペルで挙げるなら100万円以上くらいからになります。ロサンゼルスで結婚式を挙げるなら相場として100万円から200万円ですが、ゲストの数や渡航費用などクラスによってかなり違ってきます。そして大谷選手が奥様に送った結婚指輪のブランドが気になりますよね。大谷選手は世界中に人気なブランドハリー・ウィストンの指輪を送るのではないかと予測されます。ハリー・ウィストンは世界中で人気ですからね。大谷選手も大切な人へ人気のブランドの指輪を送るのではないでしょうか。値段についてですが、ハリー・ウィストン指輪の相場は100万円以上です。400万円以上のものもあります。おそらく大谷選手が購入するなら400万円以上するのではないでしょうか。結婚式などは中継などされるのでしょうか。それとも大谷選手自体派手なのは好みではないというふうに答えていたので静かに式を挙げるかもしれないですね。どちらにしても今後の進展、そしてお相手の正体から目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。